すごい熱気ね。こんにちは、ケンイチです。宮本です。今回の動画ではニトリでキッチンツールスタンドと100均に売ってる流し台のゴミを取るような網があるんですけど、こちらの方を使って火を起こしていきたいと思います。でこちらまずニトリで発見したキッチンツールスタンドっていうのは、菜箸とかあとはお玉とかそういったものを洗った後に乾かしたり置いておくようなスタンドになると思うんですけども、これどう見ても着光スタにしか見えないんですよね。着光スタっていうのは要するに火を起こす火起こし器のことなんですけども、これに一番下に着火剤を置いてその上に炭を積み上げていくことによって煙突効果でこれだけで火が起こせちゃうんじゃないかと思って、今回はそちらの実験をしていきます。で若干こう下に足もあるので、もう直接置いたとしてもちゃんと空気を下からも吸い上げることができるので、結構いい燃焼効果を期待できるんじゃないかなと思います。で今回はこちらにそのまま着火剤を乗せて炭を中に入れていくんですけれども、あまりにも近すぎると言いますか、着火剤の上に炭を乗っけて、そうするとそれ自体が酸素不足になって燃焼しきれないことを懸念したんですよね。でその時にこちら100均に売ってた、まあ、風呂とか流しって書いてあるんですけど、それのゴミ取りですね、排水口のところにこれを置いてゴミを取るようなステンレスでできた網なんですけれども、こちらを使用して、この中にちょうどこれサイズがぴったしなんですよね。シンデレラフィット、そうシンデレラフィットなんですけども、これを使って、そうすればこの上に炭を乗せていっても、その着火剤と炭の間に十分間隔が広がるから、それで着火剤が消えてしまうっていうことをこちらのシステムでなんとか回避していくっていうのが今回の仕組みですね。で今回使用するのはこちら火炎乳エースという、まあ、よく料亭というか、まあ、ご飯食べ行く時とかに鍋温めるやつなんですけども、まあ、100均とかダイソーとかにも2つとか3つ入って販売されているので、これをこの一番下にセットして、その上にこいつをかぶせて、ああやっちゃってますね。やっちゃったね、これは。でこの上に炭を乗っけていきたいと思います。早速やっていきましょう。今回はこちら炭の中でも一番火がつきづらいことでおなじみのオガビン長炭を使用して着火をしていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。でまずキッチンツールスタンドをセット。でこの時にもう焚き火台の上とかでやっておいた方がいいですね。これ持つところがないから、あの持ち運びができないと思うんですよ。だからできたらこの炭を横にそのままトングとかで出していけるように焚き火台の上とかでやるといいと思います。はい、でこれセットしたら火炎乳エースをそこにセットしていきます。まあ、火炎乳エースじゃなくても着火剤だったら何でも大丈夫ですよね。うん、そうだね。でこれができたらこの上にゴミ取り網をセット。ジャストだね。うん、完璧です。うん、で炭を入れちゃうと火がつけれなくなっちゃうんで、先にこの状態になったら火をつけていきます。お願いします。はい、ちょっと映像だと見えないかもしれないんですけど、今ちゃんと火がついている状態になっています。でこの上に炭を乗っけていきます。もうつきそう。ね、抜けるそんなにそんなにギチギチにして大丈夫です。じゃあこれでちょっとタイムラプスで様子を見ていきましょう。はい、ということでおおよそ30分ぐらい経過したんですけども、すごいですね。すごいね。着火したらとやっぱ20分ぐらいでこんぐらいになるから、多少は時間かかるかなと思うんですけど、ニトリのねこの300円しないやつでできるんだったら、そうだね、申し分ないと思います。うん、ちょっと横も見ていきますか。横はこんな感じになって少し色がついてますね。そう、今日使い始めたばっかりなのに、もうなんか2年ぐらい使ってますみたいな年季入ったね。うん、すごい。炭もね近くで見ても真っ赤っかになってます。ちょっと取り出していきましょう。はい、じゃあちょっと山田くん出してみてください。あー、いいね。
すごい熱気ねえ、気持ちいいですよ。すごい風があったからね、ちょっとできないかなと思ったけど、全然問題なく横の穴が開いててもねえ、バーベキュー始まってますよ。もうやりますか。はい、ちょっと網の方も見ていきましょうか。取り出しお願いします。若干変形したかな。やっぱすごい熱だったのか変形はしてるんですけど、まだまだ使えそうだね。そうだね、これでもまだまだ使えそうなんで、もう少し彼には頑張っていただきたいと思いますでメインのキッチンツールスタンドの方は、色が変化しているのはあるけど、変形とか全くない、ね、ないね。これはもう本当ずっと使えると思いますね。すげえな。これでいくらだっけか。税込み313円。ニトリさんやるな。使い方を間違えている。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。